じゃあ、あの、えー、10ほどあるんでね、本当は15ぐらいあるんだけど、あの、さっさっさっさと行きたいと思います。えー、3つ目のね、えー、総合相棒は相学会のジャギっていうことなんだけど、これね、今回見てみると、日光商人のことを書くことは書いてんだよね。 大聖人が亡くなられた後、大聖人の仏法を正しく継承、伝授したのは日光商人であるって書いてね。そして現代において日光商人を版として、手本として、ね、ご所の王政のままに、ね、光線ルフを進めてるのが創価学会であるから、創価学会が総合だっていうんだけど、ここまで日光商人を、ね、 褒めるんだったら日光商人外さなきゃいいじゃないね。なんかね、言い訳みたいに日光商人を半年っていうのを入れてるんですよ。ね。よっぽどやましいじゃないかと思うんですね。しかも、あのー、これは、ね、これは七つ星さん書いたんだっけな。うん、で、今回三、 棒の僧帽から日光承認を外したと。ね。えー、だが真面目に言語をされてる学会員、その五関連文には、ね、日光承認名虫って書いてあるわけで、いまだに、えー、朝晩の言語の時に日光承認名虫ってやってる人は多いと思うんだよね。つまり、言語をするために、祖学会の協議に背いたことを知ってることになるわけですよ。 前回も「階段のご本尊を受事しない」って発表したと1年間ほったらかしたんだよね、この朝晩の,、えー、御業の,時のご,ご記念文を。まあ、今回、すぐ改定するかどうか分かりませんけど、ね、また1年間ぐらい、えー、今の教本を使えっていうことなのかもしれないけど、こういうことがね、平気でできるのかちょっとおか,おかしいと思うんだよ、宗教団体の指導者としてさ。 ね、でこれまあ四方さんがおっしゃってるんだけど総合会創価学会っていう会組織と直接定義したことをどうと捉えるべきか悩みますとなぜなら、えー、仏法僧の参謀っていうのはキエのナムの対象なんですよねだから上野七つ星さんのご指摘はかなり鋭いと思いますとねえー え、まあそれでまた創価ネットには昔のまんまのが今でも残ってると。ね、で、えー、そもそも今回の創価学会が粗暴だっていうことは、創価学会が出現した千千二百五十八年、あ、九1二十八年か。 それ以前は何が相棒だったのかっていうさ、相棒学会なかった時代の方が長いわけで、ね。だからその意味から言ってもね、日光商人外しちゃダメなんですよ。ね。まあ、あのー、まあこれあんまり分かってない <laughs> 学会員がどう違うんですかなんて言ってるけどね。 日光承認を創価学会に変えたっていうのとね、えー、日光承認を上位に固定したように見せかけて今現代、ね、今のという時に応じた総合は学会そのものというふうに言ってるんだけどさっきの、えー、競技用工の文章みたいにね、えー、日光承認を半年とかこう 書いてあるところに、相棒の意義を込めてるのかもしれないんだけど、相棒の意義を有するというのと、相棒そのものにするのとでは、大違いなんですよ。だって、君をする対象なんだから。今までに日光商人に、対象人と同じように我々は君をしますってご記念してたわけですよ。ね。こんなね、小手先の、 えー、ごまかしをね、まあ、創価学会の今の執行部はやるんですね。参謀を奇妙な対象にするというのは、ね、手を合わせる対象なんだよ。だから、学会員さんが総合だっていうんだから、学会員様、ね、あ,ありがとうございます。礼拝しなきゃいけなくなってくるわけ。 入ってないって言うかもしれないけどね。結局はね、さっきも言った通り、組織を、えー、絶対視して、それに奇妙する、ナむするということは、ね、この組織のトップである原田会長に帰えしなさいって言ってるのと一緒なんだよね。現実問題はね。 まあ、このことはまたちょっと後でまた出てきますけど、その次。久遠実情の釈尊が根本物で、日蓮は末法の教主であるって言い出してるわけ。これ、ま、言葉のトリックなんだけど、末法のご本物と一応は言うんだけどね、それは末法の教主という意味でのご本物であって、今までみたいな根本の仏、 ではないっていうことをね、総価学会のね、この教学要項187ページの中の108番で、学会が大胆にも言ったんですね。日蓮召集の教学では、ご本物という表現には、日蓮大聖人が根本の仏であり、久遠実情の尺尊も、その加減、衰弱である だから、大聖人が本地、根本の仏であって、久遠実情の釈尊は衰弱なんだ、釈釈なんだ、という含意はあるけれども、これ日蓮召集の教学だよ。創価学会ではね、末法という現在において、現実に人々を救う教えを説いた仏、すなわちさっきの教主、末法の教主という意味で、 大小二をマッポの五本仏と損傷するっていうことは、ね。大小二をマッポの五本仏にするっていう言葉は同じだけど、意味内容は全然違ってるわけだよ。ね。だから大、大、そのマッポの五本仏の御、この五本仏には根本の仏って意味はないよっていうわけよ。ね。じゃあ根本の仏って誰なの何なのって言ったら、久遠実情の釈尊。 だから本来、久遠実情の釈尊を身延みたいにね仏法に置いて大聖人は上行菩薩なんだからね久遠実情の釈尊の久遠の弟子なわけでねだから身延なんかは大聖人を僧帽に置いてるわけでね仏法が久遠実情の釈尊ねで僧帽が 日蓮。こっちの方がさ、すっきりわかるんだけど、ね。要は学会はね、あの、さすがに日蓮本物論を捨てかったってなると、学会員でも、これはそりゃおかしいだろうっていうね、気づく人がたくさん出てくるんで、今回は、あくまで、 えー、マッポの御本仏は大聖人ですよっていう建前だけ残しといて、中身を変えちゃったんですね。これってはっきり言えば寛骨脱退ですよねとね。マッポ王子の大人物であり、あえて言えば三十ゼ法の仏と同列になっちゃもう三十ゼ法の仏の一人が大聖人みたいな驚愕なんですよ。ね えー、私としてはね、クオンジ、えーえー、クオン、ガンジ、えー、願女の自由法人をね、ね、えー、ご本尊として表されたのが大聖人で、マッポのご本物っていうのはその意味なんだけどね。そうしてもらわないとすっきりしませんって。で、学会も、えー、教,教学要項で、 終わったかもしれませんもう終わ,終わったんですよ、実質、総庫学会は、ね。もう、牧、えー、口戸田池田の三大会長の頃の総庫学会は、もう、えーまあ、先生が亡くなったのと、教学要項が出たのと同時なんだけども、もうその時点で、もう三大会長の総庫学会は終わって、原田谷川らの、 シ,シシン中の虫が乗っ取った創価学会。そこの教義は本当にミロブと同じになっちゃったわけ。ね。仏法は日蓮大人って一応残してるけども中身が違うと。意味が違う。ご本物の意味、あの、根本の仏という意味はなくなったんです。ここ仏法っていうのは根本の仏が来なきゃいけないのに、根本の仏 というのが意味が入ってない大聖人を仏法に一応置いといて、方法,法は、のご本尊を削除して、えー、まあ、えー、法本尊の難明法蓮華経にして、ね。で、相棒は即学会で、日御聖人を削除。 マッポのご本物は、この本物ではなく、マッポ王子の仏の意味だそうですよ、と。ご記念文とは、ここでも完全不一致ねで、5番目。今度はね、骨釈憲法の意味が変わったんです。ね。なんて言い出したかっていうと、凡夫の衰弱を開いて、本地上行菩薩と会見したっていう、こういう邪気にしたんですね。 この二つの谷難、辰野口法難とサドル罪を乗り越える中で、大聖人は境外の大転換を果たされた。ね、大聖人の立場が明確に転換してるって言って、保釈憲本とは言わないで、立場が転換したという言い方にして、ね、大聖人は新たにどのような立場に立たれたのであろうかと。 それは、釈尊から滅後悪世の愚痴を託された自由の菩薩、中んづく、その筆頭である上行菩薩としての役割を果たす立場である。ま、ものすごい回りくどいでしょ。上行菩薩であるとも言わないの。あの大小人はね、上行菩薩としての役割を果たしたというこの表現が何度も出てきます。だから 上行菩薩扱いすら実際はしてないんだけどね。で、大聖人は自身を、えー、如来の使い、えー、教主釈尊の恩使いと位置づけ、教主釈尊の直線を頂戴して法華経を説いているんだと述べられていると。これは自身こそ行上行菩薩の働きを行うものであるという自覚を表明されたっていうね。 で同じ時期に、ね、この、えー、教学要語の出版と、えー、前後してね、同じ時期に青年部の論考というのが、えー、創加新報に載ってますけども、ね、そこでも同じことが書いてあって、大商人は連続する2つのダイナーの前後で立場が転換されたと自覚されていると。ね、如来の使い、教師釈尊の恩使いと自覚されていた。 それは明らかに自由の菩薩な関づく上主上行菩薩の使命を果たす存在に位置づけられるって。ね、うんえー。大聖人をね、えー、釈尊の剣士剣豪、すなわち釈尊の弟子がマップに使わされて法華経を広めたとしか理解していないため、日年は衰弱で、 本家自由の菩薩上行が本地であると立ててるんですね。そして、辰の口の法難は、凡、え、夫、ー、の日蓮凡心日蓮から、本地上行菩薩と会見したと解釈し、もうこれはもう完全に見ろです。こ日蓮大菩薩って、創価学会ももうそろそろ日蓮大菩薩っていうさ、上りを立てないと、ね、学会本部に立てなきゃいけないような、 それぐらいひどい競技改変なんですよ。剣士剣豪なら、えー、仏法より身の部のように総合に置く方がスッキリする気がしますが、そこは踏みとどまって仏法のままに置いた。でも実際の運用は、ね、これ、四方さん鋭いと思うんだけど、 実際の運用ではね、創価学会が仏法なんですよ。いわゆる創価学会仏ってやつ。創価学会仏についてもかなり、えー、教学要語の中で紙面を割いて説明してますけどね。創価学会っていう、創価学会仏が仏法で、主題のみが方法で、で、会長が相望なんですよ。運用的にはね。 もう日本尊を消した時点で辻つ,つまの合わないことばかりになった気がしますと。丸岸みのぶですよね。ね。今までは大聖人、大なり釈迦だったけど、釈迦より大聖人が上だったけど、原田谷川学会は釈迦の下に大聖人がいると新聞でこっそり言ってるんですよ。みんなどうすんのと。戸田先生、木田先生がしていた宗教とは別物ですよ、これ。ね。 まあ、そういう、えー、ことで、<laughs> ね、えー、保守憲法やご本仏の意義を改変して、大聖人を釈尊の弟子、剣士剣豪の、えー、上行菩薩に位置づけながら、形だけ末法のご本仏とか、ね、仏法とか、呼んでるんですけど、ということはね、本当の意味での日蓮本仏論じゃないんですよ、ね、なんちゃって日蓮 本物なんですよなんちゃって日蓮仏法なんですよ。ね、大聖人を僧帽に置く身延の,の方がまだ正直、ね。そもそもね、仏法って根本の仏のことを言うんですよ、仏法って。ね、そこがに大聖人を一応置いてるけど、この大聖人は久遠実情の釈尊の弟子なんだよ。 ということは、仏法の大聖人の上に、本当の意味での仏法、本当の意味での、えー、ね、拝む対象は、この苦温実情の釈尊なんですよ。ね。えー、日光聖人を僧帽から外したので、ね、もう今は、そこの席が空いてるから、いずれね、 そこに大聖人を持ってこようっていう、ね、まあ、今回、その、えー、途中段階の経過措置として、一応大聖人のご,ご本仏とか仏法というのは残しておいたというだけの話。ね、で、えー、方法も仏法も変えてしまいっていうか、大聖人のお立場も変えたので、本当は仏法も変わったんじゃないですかっていう。 ね、これはユキさんがツイートしてるんだけどでそこが今回の教義改変の肝なんです一応大聖人を仏法として末法のご本仏と呼んでますけどそこがトリックなんですねということでさっきの中108番、ね、これでオン実情の釈尊が根本の仏で日蓮は単なる、えー、末法の教主 根本の仏ではない、なんちゃってご本物、なんちゃって仏法に格下げされたっていうのが今回のこの、えー、競技要項です。で、えー、さらに行くとですね、えー、百村が死で日蓮は弟子の上行菩薩ですから、 いくら大聖人が仏法だとかご本仏だとか言ってもその仏法やご本仏の上にもっと偉い根本の仏の釈尊がいるわけですから大聖人は実質的には純仏法言ご本仏とでも呼ぶべき立場になっちゃったわけですね。ねでえこういうやり方をですね大聖人は御所でコウモリだと言ってます。 コウモリは鳥に似てるけど鳥じゃないし、ネズミに似てるけどネズミでもないと。鳥でもないネズミでもないコウモリの、えー、驚愕用語というのが、まあ今回の驚愕用語に名前付けるとすると、コウモリ驚愕コウモリ用語なんですね。で、 えーまあ、ここは前にこの教学研究会の勉強会で、えー、池田先生のね、えー、スピーチを引いてお話ししましたけど、えー、苦,温苦情というのは苦音実情のことで「法華経」の文章ではね苦音実情のシャクトンが本物で究極の物心ね ところが、門弟から見るときに、ね、えー、凡夫はタイの三人にして本物を貸し、仏は有の三人にして植物なりっていう語書ありますけど、ね、実は門弟から見ると、この九音実女の釈尊が植物になるんです。ということは、あの有名な、ね、聖書には神が人間を作ったって書いてるけど、本当は人間が神を作ったんだと、 ホイエルバッハっていうね、ドイツの哲学者が言ったっていうのは有名ですけどね。そのホイエルバッハの、えー、人間が神を作ったに匹敵する革命思想なんですよ。門弟の本人名の仏法っていうのは。ね。キリスト教でも、イスラム教でも、ね、統一教会でも、みんなこの国王実情の釈尊みたいな、 なんていうか、えー、キリスト教のゴッドみたいな存在を建てるじゃないですか。ね。でもそれ、法華経も結局そういうキリスト教のゴッドみたいな存在立建てたっていうことなんです。ね。だけども、法華経はそこに仕掛けがしてあって、文章はそういうふうに読めるけど、門弟から読むと、実はこれが、このクオン実スの尺尊が、植物で、 本当の仏は人間なんだよと。そういう思想が込められているんですね、法華経の門弟にはね。ところが今回の協議、えー、改定っていうのはもう徹頭徹尾、えー、文章主義です。法華経を文章のみで解釈したらどうなるかっていう見本みたいなもんで、ね。で、この文章の法華経を本学名のこと、 え仏法って言いますね文帝を本人名の仏法と言うんだけど、えー、本人名の仏法というのは人間主義なんですよ。で、人間のための宗教を目指すんですね。ところが、本願名の仏法、キリスト教のゴッドみたいな、クオン実情の釈尊みたいなものを建てると、権威主義、宗教のための人間を作るようになる。原田学会が文情解釈主義で、 本画名の釈尊を本物に従うのは、幹部が上、会員は下の権威主義的宗教にしたいからなんです本当だよ、こういうねあの、えー、絶対心、特に人格心を立てる宗教というのは結局、幹部が上で会員はしたていう、こういう宗教になるんですよ。統一教会なんか典型だけど。 で、この本人妙思想とホイるル、えー・バッハの、えー、思想が同じだっていうのは僕の考えじゃないんだよ。池田先生がおっしゃっています。西洋においてある近代思想家は人間が神を作ったのだと叫んだ。大聖人が仏に三徳をこむらせたのは我々人間なのであると断言されているのはさらに近代的、えー、革新的思想と言うべきではないかっていう話があったり、ね。 ホイエルバッハが人間が宗教の初めであり、人間が宗教の中心点であり、人間が宗教の割れであると、宗教の保っというね、えー、代表的著作の一番最初に書いてあるんです、ね。そういう人間のための宗教という視点をホイエル・バッハが打ち出している。仏法基準として見れば確かに正しいと私は思いますっていうね。先生が、えー、法華経の知恵等でこうおっしゃってるんですね。 で、まあ、今回、あの、ツイッターに、ミスティック・ローさん、妙法というね、えー、新人が現れて、この人がなかなか、まあまあ、いい線いってるっていうか、勉強しててね。文字曼荼羅のご本尊の僧妙を排せば、法刀の巨大な主題、主題の難民法人劇場っていうのは、あの、県法刀本で現れたあの巨大な法刀を、まあ、第一義的には、えー、表してるんだけど、 その巨大な法統、えー、の主題に対して、釈迦太法はその脇師なんで、教授となる、ねえー。主達総体がご本尊の僧明にも現れているわけねその前代未聞のご本尊を出現させる大聖人が根本の仏のご本仏なはずなのに、ね、単なる末法に教えを説いた仏の 仏だという、マッポの教師という意味でのご本物に格下げしたのが今回の共学翼、ねえー。大聖人の晩年に向けて、えー、ご本尊の主題の真下にね、日蓮という名前や顔がね、ねあの最初の頃はね、えー、日蓮とか顔とかが、えー 左隅だったり右隅だったり南明法人劇王の真下に来てなかったのが昆和、えー、2年以降ぐらいからかな、えー、真下にしかも、えー、主題の、えー、南明法人劇王に負けないぐらい日蓮というのも、ね、大きな字で,でさらにその日蓮という名前の上とかにものすごく大きな顔を大書人が書かれるようになるわけですね。 で結局ご本尊様が表してるのは「浪を放蓮劇を如来」という根本の仏でありその根本の仏が大聖人として現れたわけなんですねそのことがあの大聖人の漫才を見ると読み取れるわけですで6番目 人本尊を消し、人法一家を否定する邪気。あのー、今回のこの邪気の競技改編は、えー、どこから始まったかというと、ある一人の学者がね、ね、えー、ある御所のね、えー、法華経の題目を本尊とすべしというね、 えー、その一節から、ね、えー、あ、これが大聖人の根本の考え方なんだと。ね。いわゆる、法華経の大木、さっきのミロムの本堂のあの板に波掘あれ、あれを、ね、えー、根本の本尊、 と、えー、すると同時に、ね。他の日蓮宗とか、日蓮召集とかには、えー、仏像で作った、えー、本尊っていうのは結構ありますよね。で、日蓮召集はさすがに仏像の本尊は日生以外は作ってないってことになってるけど、三重というお人形さんが、 えー、曼荼羅の前に置かれて、なんかさも、その曼荼羅の前の日蓮の三重お人形さんを拝んでるような信仰に、日蓮昇進もなってたから、ね。そういう、えー、仏像とか、三重とかを、まあ、仏本尊、仏本尊と呼んだり、仁本尊って呼ぶんですけど、 そういう仏像とか、見栄を立てないで、法華経の大木だけ、つまりマンダラ本尊だけを拝んでるのは、創価学会が唯一であると。ここに創価学会の、えー、独自性が発揮できるんじゃないかっていうね、そんなことを思いついた人間が、 いるわけです、えー、具体的に言えば、えー、宮田浩一っていう男ですけどこのね宮田浩一の、えー、言ってることを須田春夫さんっていう元副教学部長でね、えー、素晴らしい同じ東大でも、えー、天地雲勢の差があるんですけど月とすっぽんぐらいの差があるけど、あのー、須田さんのね、あのー 宮田はしゃくの論文、ただで読めますので、あの、読んでみたらいいです。ね、そこでね、あのー、え菅、ー、田さんがね、そこをね、あの、明確にね、筵、え、赦、ー、し,してるのがあるので、これか、こっちでいくか。 宮田がね、まずこれからいくか。あのね、これ、宮田浩一でグーグルで検索したら、えー、ホームページが出てきますけど、その宮田浩一のホームページにね、日中の共学思想の諸問題5っていうのがあるんですよ。 ここに URL 入れておきたけど、ね。それに、えー、えー、日連召集論の概要という付録がついてて、ね。そこの最後のところに、えー、今述べたことが書いてあるんです。これすごいよ。以上の私の考察が、総価学会にとってどのような 意味を持つのか検討すると創価学会は本尊として法本尊、荼羅本尊しか認めていないと。と任本尊、さっき言った仏像とか見栄を立てれば、それが久遠実情の釈尊像か久遠願女仏の日蓮見栄かで論争になるが、任本尊を必要としなければ、もう次が問題なんだ。 当然、民法一家論も採用しないって言ってるわけ。ね。ね。宮田は、マンダラ本尊しか認めてないっていうのはいいわけよ。だけど、そのマンダラ本尊っていうのは、えー、法本尊の意味だけじゃなくて、日本尊の意味があるんだと。その日本尊というのが主題の南明法蓮華経日蓮華法なんだと。ね。いう、民法一家の マンダラ本尊というのが正しいのに、ね、宮田はマンダラ本尊というのは単なる法本尊で、そこには日本尊の意味はないと。日本尊を追い出しちゃったんです。ね、で、その日本尊を立てなければ、民、ね、法以下という意味ですら立てなければ、 ね、もう日蓮が、ね、上行菩薩の最短であっても黄願序仏の最短であってもどっちでもいいみたいなこんな曲宮田にとってはとにかくあの曼荼羅本尊、ね、皆さんが朝晩拝んでるあのご本尊様から2本尊を追い出すっていうのが最大の目的でその宮田の魂胆がもろに 成功したっていうか成就したのが今回の創価学会教学要項なんですよ。ね。でね、こう言ってるんだよ。日蓮本物論を採用しなくても、ね、創価学会が日蓮の政党を継承しているということは、日蓮召集も他の日蓮集も日蓮の本尊問答書、さっきの法華経の大目を本尊とすべしっていう語書がこれですけど、 日蓮の、えー、本尊問答省の議論に反して、法本尊以外に任本尊を立てているが、創価学会だけが日蓮の教えの通り、法本尊のみを本尊というしているという点に、ね、創価学会の独自性というか、創価学会が日蓮の政党を継承しているという、まあ、 証明にできるんだって言ったんだよね。わかりますこ,こ,こんなことを、これ2009年に言ってるんです。ね。で、まあ、この宮田の論調に対して、あの、まあ、あの、須田さんがね、 えー、反論してるのあるから、あのー、ぜひ、えー、読んでみてください。ね、特にね、あのー、これ後で、自社議の中に出てくるから先にやっとくけど、ね、宮田は創価大学の、えー、宗教者、えー、学会、日本宗教学会の総会の時に、 えー、日蓮本物論はね、カルトの理由になるから、もう廃止した方がいいっていうことを述べています。ね。で、なんで日蓮本物論を立てたら、えー、カルトになるかみたいなことで、こう言ってるんですよ。 日本国内においては日蓮召集は700年の歴史があり日蓮本仏論を主張してもカルト団体とは社会的に,に認定されないが世界の仏教全体の中で釈尊以外の歴史上の人物を釈尊より上位の仏として主張することは他の仏教宗派からさらには諸外国の仏教諸派が加盟する仏教教会からは 仏教的主張とは見なされず、そのことが社会的に SGI を非仏教団体と認定する根拠となるだろう。大臣如来や阿弥陀如来は歴史上の仏でないから、それらを本物とする仏教宗派はさほど問題されることはなく、また、ダライ・ラマが観音菩薩の化身であるという信仰は、また釈尊より甲の菩薩であるから許容範囲である。しかし日蓮は歴史上の人物であり、 日蓮本物論は、その,シャクソンをあその日蓮を、釈尊より上位の仏として主張することであるから、海外の SGI の活動を、えー、カルト批判という脅威にさら,さらす可能性があるっていうね。で、菅田さん曰くね、日蓮本物論を唱えることが、そのままカルトと認定される危険に結びつくという論旨には同意しがたいと。 ね、どこかの国の SGI 組織が日蓮本仏論を掲げているという理由でカルトに指定されたという実例はないと。また、ある国の仏教教会が日蓮本仏論を理由に SGI を非仏教団体と認定した事例もないと。ね、日蓮本仏論は日蓮自身が言明し日光文流から今日の創価学会にまで継承されてきた日蓮仏法の根本教義だと。 その教義を唱えることだけを理由にして、社会的に定着している宗教組織を直ちにカルト指定するような粗暴な決定を行うことは、信教の自由を保障している近代国家では通常考えられないのではないだろうか、ね。実際には起きてもいないカルト批判を恐れて、自己の革新的教義を捨て去ることは、教団として、 宗教的自殺にも等しい誤りと言わなきゃならない。日蓮本物論とは基本的に釈迦物を商法造法時代の本物。だから今が商法造法なら釈迦本物でいいわけだよね。今が末法だから日蓮を末法の本物とする立場であるが、それは決して釈尊を貶めるものではないと。ね、釈尊の解いた法華経、その教えの精神のままに 釈尊の教えのままにやっていこうというのが倉庫破壊ですからね,ね。根本の法をか確知した仏の悟りにおいては釈尊も知念も同一であり、ね、それぞれの時代や社会状況に応じて解かれた凶暴の、えー、相違があるに過ぎないからで日蓮仏法が、えー、仏教本来の思想を継承していることを 世界に向けて明確に強調していくなら SGI に対してカルトとの批判が生ずることはほとんどないであろうと。ね、えー。法華経は釈迦仏だけを教師とする立場を取らず、ね。未来には他の仏によって主張が救済されていくことを想定している。ね。そもそも、末法思想って言って、ね。仏滅の2000年経って それ以降は釈尊の教えは、えー、効力がなくなるということを仏教自体が言ってるわけでね、その未来には釈尊にる仏が現れて、ね、主張が救済されていくっていうのを、もともと法華経もそういう立場を取ってるわけですから、そこから後の人力本で展開される教師の交代という思想が生まれてくると。ね えー、釈迦仏法によって史を救済できない時代において釈迦仏に代わって新たな教師は出現するということは、法華経自体が想定していたことであり、何も奇異な思想ではない。その意味でも日蓮本物論がカルトと、えー、される危機を招くという意見は、検討外れである。というね、これ、須田さんのご意見、全く、えー、その通りだし、説得力があると思います。 まあその他宮田も言いたいほど言ってるんですよ。大聖人ご自身は自分が本物だなんて言ったことないみたいな。ね。で、大聖人だけじゃなくて日光聖人にもないと。門藤門流も、ね。えー、日中の頃まではなかった。日中から、あ、ね。新たに出たんだ、みたいなね。まあそんな、 嘘で出たらめも須田さんははしゃくしてますし、ね、日蓮が、えー、釈迦物を占用した理由ってここも重要だと思うんですね釈迦物とか法華経を大聖人は確かに占用してますけど、ね、大聖人自身は根、ねえー、実情の釈尊、ね、法華経の教主釈尊よりも重大なる えー、法華経の行者は日蓮、ね。自分の方が法華経の不穏実情の釈尊よりも尊い存在なんだってことを大聖人は語書で自分でおっしゃってるし、ね。あの、法華経についてもね、今、マッポに入り塗れば余興も法華経もせんなしと、ね。二千言教だけじゃなくて、 法華経も末法に入ったら役に立たないんだと。ね、ただ何名法蓮華経のあるべしとも大商人はおっしゃってるわけですね。ねそれが大商人の本当の考え方であると思うんだけども、なんでじゃあ表向き、えー、大商人が釈迦物とか法華経を専用したかというと、ねえー、この点どういう、どのように考えるべきであろうかということで、端的に言えば、 念仏や密教が大きな力を持ってた当時ともすれば阿弥陀如来や第二日如来などへ傾斜しがちな人々の心を釈迦如来に引き戻すことによってね、えー、法華経が門弟において暗示している妙法すなわち南妙法林華経を偶ずうしようとしたけ道上の方便戦略として理解すべきであろうと須田さんは言ってますけどまさにその通りなんですね。 まずは釈尊立てといて、でも、最後は、えー、門弟の意味を解いてね、釈尊以上に日蓮なんだよ、ね。まずは法華経を持ち上げといて、でも法華経ももう今役に立たないんだよって言って難民法連経なんだよ、ね。こういうやり方って、ね、大処理はされてるわけですね。 大聖人の弊道っていうのはのね、文章の法華経を愚図することじゃないんですよ。ところが今回の教学要項はまさに文章の法華経を広めようとしてるもうとんでもない大鉢もらいますよ、これ。ね、まあ、ちょっと、えー、先走りましたけど、えー、さっきのこれ、続きに戻りますけどね。 えー、2014年の協議、えー、改定のあと、えー、五観年文が変わっていくわけですけどね、まあえー、それまでの一円部大創業三大法の第五本尊を信じしって言ってた文言が削除されて、根本の法である南民王法輪劇を具現された三大法を信じっていう,う、ね、さっきも言った通り、 えー、今の学会教学部の、えー、一大秘宝はこの根本の方である南明法連経協だからね。これがまずあって、それを具現化したのが三大秘宝だっていうんだから、三大秘宝に具現化される前の南明法連経協という根本の方が一大秘宝なんですよ。今の。 だから厳密に言えば、本門の題目と、この根本の方である南明よく似てるんだけども、実際は、えー、本門の題目っていうのは三大秘宝の一つですので、ね、それは、後で大聖人が具現化したもんで、ね、えー、一大秘宝は三大秘宝に、 具現化される以前の南妙法蓮華経のことなんだっていうのが、まあ、今回の教学要項で言ってることなんですけどね。でご記念文がね2002年の、えー、池田先生がお,お元気な頃に決めた一円部大僧侶三代表の大御本尊に南無仕立て祭りってやってたのが2015年に法華経の肝心南妙法蓮華経の御本尊に南無しに変わっちゃったんですね。 で、そこで僕は聞いたわけですよ。四方さんが2015年に日本尊を消したっておっしゃってるけど、具体的には何を指すんですかって言ったら、このご記念文の変更を、えあ、ー、げてました。で、じっくり読むとですね、2015年のご記念文の改定は、公安2年の第五本尊を受理しないという2014年の協議 上皇改定の範疇を超えて、実は二つの競技的なクーデターが含まれていたんだっていう、ね。誰もね、あのご記念文変えただけでここまで読み取った人はいないですね。四方さんだけ。一つはね、民法一家日本尊の意義の否定。もう一つはね、三大法という言葉を削除したのね。階段の意義の排除。 この2つをやったんだってうんです、えー。ご記念文の改定により、日蓮が魂であるご本尊様と大聖人様を一体するという従来の扱いを変えて、両者を別々のものに分離してしまうというクーデーターが行われた。大聖人ご自身を主題の難民お連劇をと一体の仏様と見るのではなく、単に久遠の法を悟った人という意味に、 実は変化させてたんだっていうんですねで。これはさっきの宮田が目指してた道なんですね。本尊文道書で問われる法華経の題目をもって本尊とすべしという、法本尊のみを純粋に進行するスタンス、ね。もう、日本尊という言葉をもうなくしちゃいましたから。民法以下という言葉もなくした。2017年に発行された創価学会の教学用語集というのがあるんだけど、 それまであった忍法一家とか、日本尊の項目がね、入ってない。ね。で、四方さん曰く、えー、救済してくれる仏様の存在を示す忍法一家という言葉を入れるべきであるが、何が何でも日本尊大聖人崇拝を消したいという思いの人、宮田ですよ。ね。またそれに同調した原田や、ね、谷川や秋家、秋谷。 ああいう連中はもうみんなご本尊から忍本尊大小人崇拝を消したくて消したくてしょうがなかったわけでしょ。で、ご本尊様をね、法本尊に対する自己修行、えー、仏像修行の対教であり鏡であるっていう、そういう説明がされますけど、こういう説明をするタイプの人は、ご本尊を法としか見てないんですね。任として見てないんです。で、こういう えー、法本尊のみの、えー、競技になると、ね、えー、皆さんよく聞いたと思いますけど、えー、物力、法力、心力、行力っていうあの、その私力のうちのね、物力をなくしちゃって、法力のみにしちゃったら、どうなるかっていうと、法力に対応するのは行力ですから、 で物力っていうのは仏様で、その仏様の信じる力っていう意味での真力があるわけでね。なもんで、えー、法,法力と行力のみってなると、もう略行修行になっちゃうんですね。えー、無料の苦行になるとハンゼリーと御書には書いてありますけど、こういうね、自力左善のね、 えー、信仰が好きな人がね、やった競技改変なんですよ、ね。いわゆる仏様が助けてくれる、救済してくれるっていうね、まあ、阿弥陀信仰と似てる面はあるんだけど、えー、実態としては阿弥陀如来とか大日如来っていうのは架空の仏だからね。えー、中身は あの、違うわけですけどね。そういうね、えー、物力とか、心力とか、ね。これを、今までの創価学会はね、えー、法力、行力と同じぐらい重要視してたのに、物力をなくしちゃったもんですから、心っていうことがあんまり強調されなく、なんかやたらね、今回の、えー、競技用語を見ると、 ご本尊に招待する、招待するっていうね、もうそのことばっかりが強調されているような感じがします、ね。で、これを進めた中心人物が宮,宮田なんだけど、宮田は2009年にね、さっき読み上げたけど、創価学会は本尊として、法本尊しか認めないまだ池田先生がお元気なことで、協議改定なんて全然、 話題にもなってない、何に、ね、そんなことを夢にも思ってなかったのに、宮田一人が2009年にこんなことを考えてるわけ。しかも、当然、民法一家論も採用しないって言ってるわけ。法本尊しか認めないっていことは、ね、日本尊を否定する。その日本尊っていうのは仏像の本尊だったり、見栄だったりするんだけど、それだけじゃないと。 法本尊の、この曼荼羅の中に、民法一家が含まれてるっていうね。つまり、南無法蓮華経は単なる法じゃなくて、南無法蓮華経のないという仏様であり、その法則様と一体なのが日蓮大聖人だっていう民法一家論が正しかったんですが、それも採用しないなんていうね、ことを宮田がもう2009年から考えてる。 それをすることによってね、総合学会だけが日蓮の教えの通り法本尊のみを本尊して、にしてるという独自性、ね、まあ。宮田は正当性って言ってるけど、ね。正当性をそこに求めることができるんだっていうね、本当に全くバカっていうか、薄黒いっていうかさ。まあ宮田はもう、 平成令和の日清って呼んでもいいと思うね。大石時に17世、日清っていうのが出て、造物独自の邪気を唱えたけど、その日清の唱えた造物独自の邪気を打ち消そうとして、ね、日清の名前は出さないで、養母寺日清とかを表に立てながら、は釈し,していったのが日韓商人なんですよ。で、日韓商人によって、ようやく大石時は元の、 えー、正しい信仰に変えることができたんだけども、ねえー、今回創価学会を不幸にして宮田という、えー、令和平成の日生が現れて、ねえー、戸田先生、池田先生の頃の学会とは全く違う身延同然の教義を創価学会に持ち込んできたわけで、 この宮田の持ち込んだ身のぶ同然の競技をね、えぇ、ー、はしゃくしてね、元に、えー、戻す、令和平成の日韓商人が、えー、現れなきゃいけない。ね。誰がやるかっていうことでしょ、これ。 まあ、四方さん、なかなか表現が鋭いよね。何が何でも日本尊大小二数愛を消したいという思いの人間。そんなのが即かんいると思わなかったけど、いたんですよ。まさに失神、ね。で、高名な宗教社会学者の先生がね、まあ、僕に、えー、語ってくれたんだけども、ね。 要綱、えー、の編纂には、えー、創価大学の宮田氏や菅野氏のような学者が関与しているようであるがこのような本の編纂には理論的な学者だけではなく布教や運動といった実践現場をよく知っている現場感覚を持った人の関与も必要なのではないかとその点では王子の釈仏、えー、経典の編纂は布教と運動の点で優れていたのではないかと言って こういう現場感覚を持った人が今回の、えぇ、ー、要編さんには一人もいなかったということ。ね。で、まあ、もう一つの、えー、三代表の語を削除したことで、階段の意義を、えー、なくしてしまったと。ね。本門の階段が小本堂だったとすれば、それを作られた池田先生の存在はね、戦時賞の記述に従えば、会場への参画のうち、 城が本尊で、絵が大目だからね。えー、この二つを提立されたのが大聖人。で、大聖人が自分がしないでご有名にしたのが階段建立でしょね。あのー、御所にね、えー、この階段を比叡山に建立した、えー、最長、伝教大師は、ね、釈、釈,釈迦屋、 えー、天台大師よりも優れてる方なんだっていうそういう御所の大所人のお言葉があるんですけどねまあそこから考えるとねえー、本門階段を、えー、元,元首としてねえー、作った小本堂を作ったのは池田先生ですから池田先生は大所人より勝る存在に なってくるわけですねでその事実を認めたくないのが秋谷原田谷川らジャギーズの面々なんですよっていう話、ね、でまあ次のここは今日、えー、ね でね、その次の7番目、これがね、えー、競技場、えー、じ僕はあじ、四五、四五回、共学要項ってね、まあこれ短いもんだからな、すぐに読めるんだけど、四五回読む中でね、なかなか意味が分かんなかったけど、あ、なんだ、こんなところに、 邪気を入れて、ね、トリックでごまかしてたんだって気がついたのが、この78ページなんですよ。ね。えー、要は宮田はね、えー、仏像の本尊、仏像で、えー、一尊志士とか、一刀両尊志士とか、 日蓮宗の寺院、法華宗の寺院にはそういう仏像で、えー、ご本尊としてる寺なんか多いんですけど、ね、その仏像を本尊にしちゃいけないんだと。ね、本音章には、ねえー、末法の教主釈尊を本尊とすべしって書いてあるから、 マッポの教主釈尊を仏像で表していいんじゃないかっていう、ね。そういう考え方をする人がいるけど、ね。そうじゃないんだと。さっきの、え法華経の大目をもって本尊とすべしっていうのが正しいんだっていうのが宮田の考え方で、ね。この大聖人の法音賞の 国王実情の釈尊を本尊とすべしというのと、えーえー、法華経の題目を本尊とすべしという二つの、えー、語種があるわけですね。その矛盾を返、えーえー、通して、その法本尊が正しい大聖人の 本存感なんだということを一生懸命述べようとしたのがこの78ページ以降なんだけどでもねそれは本当は宮田の言うような解釈するんじゃなくてそこから何を法蓮華教のないという方向に行くべきものなんですよ、ね、それが何かというとこれ大小人が表された文字曼殿のご本尊には 上行等の死母冊が釈尊の教示となっている。えー、いるので、この釈尊は、法華経本門受領後における釈尊、すなわち受領の仏っていう大書には名付けて、呼んでますけどね。えー、さらにその受領の仏そのものが、主題の南明法蓮華経の教示に位置づけられていると。これはもう、あの、<laughs> 大聖人の曼羅見てもそうなってますよね。主題の南明法蓮華経の向かって左側に釈尊、向かって右側に他方如来が書かれてるわけで、この主題の南明法蓮華経の左側に小さく書かれてるこの釈尊が受領の仏なんだよ。久遠実女の釈尊なんです、ね。で、で、こっからね、じゃあ、 本日上の釈尊が脇子となるような主題の難明を放煉漁協っていうのはどういう仏様なのって普通考えるじゃない。脇子っていうのは、えー、相撲の土俵入りとかで見れば分かるけど横綱がいて立ち持ちがいて露払いがいてっていうねその立ち持ち露払いが脇子でしょその真ん中に横綱っていう人間がいるは人格がいるわけですよね。 だから、ね、えー、授業の仏と、多方如来と、釈迦他方の二仏が脇師となってる真ん中の主題の難民を法蓮華経っていうのは仏様でしょ。ね。それをね、スルッと、黄本尊にすり替えるんです 次第の南明法人けの地ここ、ここまでは正しいんですよ。位置づけられる。これは、南明法人家をこそが全ての仏を生み出した能象として、根本の本尊たるべきことを示している。とにかくね、この能象という言葉でね、ね、えー、仏は諸将、ね、えー、法華経、南明法人家は能象だって、確かに書いてて、ね、能象を本尊とすべしって書いてあるんですよ。 ね、そこをね、とにかく彼は金閣玉状のごとく使ってね、えー、こういうことで行くんだけど、こう,こういう発想方向に、この赤字で示してるような、こういう方向に行くべき文脈じゃないんですよ。 で従って、さっきの門の趣旨は、樹領の仏そのものを本尊とするのではなく、樹領の仏が多方仏、死後冊などと,とともに、脇師となる文字曼荼羅を本尊することにある。そして、末法に、えー、来題して、初めてこの仏像、出現、せしむべきかって、まあ、漢字の本尊書にね、この曼荼本尊を代書には仏像と呼んでるんです。 なんでかって言ったら、大商人の意識の中では、あの主題の南妙法蓮華経は仏像なんですよ。南妙法蓮華経如来という仏様なんです。この本尊は、結晶付属を受けた上行菩薩の死菩薩が末法に出現して、末法の修行のために初めて表すのであるよって、この仏像の意味は、まあ、文字曼羅の御本尊、 と返すべきまあ間違いじゃないけどもこの仏像と呼んだ真意は何名主題の何名法蓮華経が何名法蓮華経の愛という仏ということなんだよっていうふうに展開しなきゃいけない文脈でいきなり法本尊の話農襲書襲の話持ち出して。 入れるっていうねこれがね、えー、僕は今回の共学要項の一番見,に見抜くのが難しいトリックだと思います。ね、まああのもう一つが今度はさ,、えー、さっき言った法音省の問題があるんですね。えー 日本内し一円部代一堂に本門の教主釈尊を本尊とすべし。ね、いわゆる法刀のうちの釈迦多方、他の書物並びに上行等の諸冊、脇師となるべし、教示となる,なるべしってこう書いてあるわけだよ、ねね。この法刀のうちの釈迦っていうのがさっきの受領の仏だからね。ねで、本門の教主釈尊を本尊とすべしとは、 保険境本門における釈尊が多方物死亡殺などと共に脇師となる文字マンダラのご本尊を本門の本尊とすることである。なんてね。またここもちょっと、えー、ごまかし、わかったようなわからないような、えー、微妙な書き方にしてますけど、僕はこの競技要項の最大のトリックはここだったんじゃないかなと。ね えー、競技用項チームが一番嫌う驚愕用語は南明法蓮華経如来です。ね、なぜならカヤにとって南明法蓮華経とは、三世の諸仏を生み出す主体、能性としての根本の法、釈尊をはじめとする多くの仏たちが各地した宇宙と生命を貫く根本の法であり、そこには、ね、人格的要素は全くないと、宮田が考えたいというだけなんですよ。 とにかく日本尊を徹底的に排除するんだ。ね。忍法一家を排除するっていうのがもう宮田のやりたいことですからね。彼らは三大表として具現化される以前の難民法人影響になるものを想定して、これが一大秘法であり、えー、方法なんだっていう。ね。ね問題は、 えー、陽光が肝心のね今までの享楽だったら「波を江彫華経」のないって言葉が出てくる文脈のところでねごまかして農症諸症の話を持ち出して法本尊に置き換えていくんです、ねえー、その受領の仏そのものが次第の波を彫華経に位置づけられている 呪領の仏そのものを本尊とするのではなく、呪領の仏が、えー、多方仏、脂肪札などとともに、えー、教授となる、脇子となる文字曼皿を本尊とする。となると、呪、ね、領の仏を脇子とする主題の南明法輪華経は、南明法輪華経如来ってなるでしょ大聖人もそうととら捉えたからこそ、 この仏像とおっしゃったわけですよ。文字曼ラのこのご本尊。ね。もともと教授っていうのは仏像、仏教彫刻や仏教絵画において、中尊の左右に控える菩薩や妙王などを指す言葉。ね。だから中村には人格的なものが来ないとおかしいんですよ。そこに非人格的な法を 置いてるのが、えー、今回の光のトリックなんですね、えー、結局ね、この2、えー、法恩賞の本尊とすべしという本門の教主釈尊とは、当然、主題の難民を法蓮華経、すなわち難民を法蓮華経におられてある。 この民法一家の日本尊を隠して、大本尊の面だけ強調して、難民法蓮華をこそ、脳症の根本の本尊とするのはトリックであり、邪気であると。まあ、松本才一郎のね、前にあの勉強しましたけどね、松本才一郎の、えー、言ってる、えー、マンダラ研究は、特に中村の研究をしなきゃいけないと。 えー、まあ、これが、えー、7つ目のジャギここまでで、四方さん、何かご意見ありますか質問なり。いい,いい、いもう、あの、ありがたく拝聴しております。はい。あ、そうですか。じゃあ、続いて、えー、そ仏法の原点。<laughs> ね。これねこ、ここはもう僕の、 えー、得意中の得意のとこなんで、ささっとやってきますし、今まで何度も皆さんには、えー、創価学会の歴史と革新っていうね、戸田先生の論文を読みながら解説したところだから、お分かりになると思うんだけども、とにかくね、今回の、えー、競技要項は、獄中の5冊しか出てこないんです。戦時中のね。 実は人間革命は、えー、獄中の五達のね、あらずあらずで、仏とは生命ないと五達したとかね、ね、えー、国営の儀式の場に自分はいて、ね、もう確かに、あのー、自分は自由の菩薩だったんだっていうね、それを、えー、獄中の五達って、まあ、学会を呼んで、ね、池田先生は、 えー、創価仏法の原点は戸田先生の誤達であるって言ってね、獄中の誤達であるとは言ってないんだよ。創価仏法の原点は戸田先生の誤達であるって言ったんだけども、の戸田先生の誤達は、もう一つは戦後の昭和26年の2月初旬に、百人町、新宿の百人町のね、当時あった事務所から、えー、新大久保の駅にあ 夕方歩いて向かってるときに獄中の体験がよみがえるっていう、ねえー、場面が人間革命に書いてありますけどね。で、祖国会の、えー、歴史と革新っていう戸田先生の論文の中では路上の五達っていうふうに読める路,路上の五達という言葉で戸田先生は、えーまあ、読んでいるわけですけど そのね、路上の5月の方をね、全然触れないんです。ね。で、しかもね、えー、戸田先生が出国後、まず、総創価学会の再建に取りかかるのに、法華経の講義から始めたっていうのは、これは有名でしょね。そのことをこう書いといた上で、どうでもいい東京大学の学生部員に対する法華経の講義も行っ二26回行ったとか。 今までこんなことをね、わざわざ強調して書かなきゃいけないのかっていう、その今の執行部が東大罰でね、閉めてるからって、忖度してこれ入れてるわけだよね。で、そもそも、この法華経講義っていうのは人間革命の中でこれまでね、いわゆる戸田先生が事業に失敗して理事長を降りなきゃいけなくなった、それを法鉢だっていうふうに、 ト田先生は受け止めて、その自分が罰を受けた理由のしょっぱなに挙げてるのがこの法華経の講義なんですよ。ね。門弟の講義をしなきゃいけないときについついわかりやすいから、門上の法華経、門上の趣味を帯びた法華経講義をしてしまった。そのために自分は事業に行き詰まったんだっていうのが今までの この法華経講義の紹介の仕方であったのに、今回はなんか総科学会の輝かしい歴史みたいに、この法華経の講義を取り上げてるんですね。えー、教学用語の問題点として、えー、参謀や保守憲法の異議改変のように、ね、明文化されたわかりやすい邪気がある一方でね、 重要なことを書かないことによって会員を邪気に誘導しようとしている箇所もあるんです。その典型が、いわゆる、えー、この戸田先生の五つをね、ね、えー、獄中の五つのみにしようという、ね、えー。これまで小説人間革命などでは、戦後の法華経講義はね、 創価学会の黒歴史の一つだったんだよ。いつから輝かしい歴史扱いされたのね。で、小説人間革命によると、戸田先生の五達には、戦前の極中の五達、これ四巻、生命の庭に書いてある。あと戦後の路上の五達は五巻の列、列日の章に書いてある。どちらかというと列日の方が分量も長いと言っていいぐらい、しっかり書いてある。 で、この獄中の五達についてね、東洋大の西山先生はね、ね、えー、自由の菩薩とか国営などの表現が文上の法華経である点や、戸田先生の昭和26年会長就任時で、今日をもって学会は保射憲法したって言ったんだけど、ということは、それまでは昭和26年の5月3日以前は、保射憲法できてなかった、ね。 とすると、極致のお立つっていうのは、保釈憲法以前の、つまり、尺門の悟りなんじゃないのかっていう問題提起を西山先生がしてるんですね。あと、これすごい重要で、今回初めて強調するんですけど、政教新聞の第2号に、柏原康氏が作成したという、 会長衰退署名運動収書っってていうのが全部載ってるんです、ね、その最後の方でね、柏原さんは、戸田先生は何者かをおつかみになったらしいと、偉大な信仰の確信を得られたらしいってこう書いてあるんだけど、じゃあこの戸田先生が偉大な信仰の確信を得られた何者かをつかみ取ったっていうのは一体何かって言ったら、極汁のご立つじゃないんですよ。 獄中の誤脱は戦時中の話でしょ出国後、ね、その獄中の誤脱を遂げた戸田先生が事業に失敗してさ、ね、もう逮捕されて刑務所に出られるかもしれないっていう状況に陥り、総合官理事長を辞任せざるを得なくなっていくわけ。もうその時点でもう5年経ってるんですよ。出国して。獄中の誤脱を遂げた戸田先生が。 で、戸田先生はなんでこんなことになったんだっていうことで、大荘厳懺悔っていうのをするわけですね。そして、三つ、理由を挙げてるんですよ自分が罰を受けた理由。で、一つ目が、法華経の文章の法華経講義をやってしまったこと。二つ目が、ね、えー、創価学会の会長に就こうとしなかったこと。ね。で、三つ目が、 えー、邪州の調料バっこを許してしまう。この、創価学会が全然伸びなかったこの5年間に立証校世界は何百万にもなるし、英雄会もバカでかくなるし、創価学会なんかわずか5万いったのかなもうそれぐらい何千っていう世界だったかもしれない昭和25年の段階でね。で、ね。だから、 で、この三つの理由を挙げた後にね、戸田先生は、もし自分に使命があるんであれば、目に見える実証、現象を示していただきたいってご本尊に、ひたぶるに祈るわけですよ。その現象が現れる直前に、この、 路上の五脱があり、そのご路上の五脱の直後に、ね、えー、戸田先生が行き詰まってた信用組合、ね、それを解散していいという大蔵省からの許可が出るわけですね。で、人間革命によると、その時にね、戸田先生は仏法王法に勝されるっていう絶対の確信を得ることができたわけです。 今はそれまでは事業とか仕事の方にね、ばっかり専念して、えー、理事長としての宗教面での活動がおろそかになってた。そこにはね、えー、大正人の仏法はすごいし、公正努力しなきゃいけないけど、公正努力するためには金がいるんだと。ねそのためには経済闘争が重要なんだっていう理屈のもとに、ね。 仏法よりも応法を優先していたわけですね。その、それが自分が行き詰まった一番の原因だったということに気がついたと田先生がご本尊にね、えー、仏法が応法にまされるんだというね、目に見える明らかな、えー、現象を 出していただきたいって言って出たんですよ、その現象が。それでもって、戸田先生が絶対の確信をつかんで、それまで逃げ続けてた第2代会長に就任する花が決まって、それで一気にさっきの衰退署名、ね、で5月3日の会長就任死刑と、もう怒涛の勢いで進んでいくわけですね。で、<laughs> ね。 その意味で、路上の五達こそ本門の悟りであり、ね。その表現もね、読み比べたらいいんだけど、えー、獄中の五達はね、文上の趣味が消えてないんですよ。釈尊っていうのが出てくるし、ね。えー、教師大学世尊が、えー、免受無欠するその場に自分は立ち会ったんだとかね。ところがもうそんな法華経の文上の表現が消えてね、 えー、門弟の一連仏法らしい表現に路上の五達はなっています。ね。で、教学要項はなんで獄中の五達のみにこだわるのかというと、理由は簡単で、教義要項をね、一読すればわかる通りで、徹頭徹尾法華経の文章的解釈で貫かれ、門弟的解釈は全部排除されています。もう全て文章。 こんな身延同様の文章主義者たちが編集したため、文章の趣味を帯びた獄中の五奪や戦,戦後の法華経講義が持ち上げられたのであると。ね、それでもって問わせんってのは罰受けたって言ってんるのにね、こいつらね、罰なんで、ね、出るわけないぐらいと思ってるんです、ね。この法罰が出るか出ないかがもう えー、ここ、今年来年の勝負でしょうね。とわ先生は罰受けたって言ってるんだから、文章を解いたために。で、今回の教学要項は明らかに文章の法華経ですから、ね。とわ先生の言葉が嘘でなければ、今の執行部に頬鉢が必ず出るんじゃないですか出なかったらおかしいでしょ。 で、戸田先生のね、凡夫とご本尊っていうえ論文があるんですけど、ね、要は、法華経を文情的に解釈し、苦遠の本物が釈尊であると決定する根本的な誤りによって、日蓮大聖人と我々凡夫との関係が全く歪曲されたものとなり、従って日蓮大聖人を、えー、悪しく敬う結果になるって、 言ってます、ね、でジャギー谷・キ北側は何百何千という若い男の子の近辺に無断侵入し肉体をもてあそんだけどジャギー・谷川は何百万何千万ものね世界では何千万もいるかもしれない何千万もの学会員と大商人の間に無断で入り込み大商人を圧しく上回せ 大,大聖人と、えー、我々凡夫との関係を歪曲させたと。この魂のレイプの方が勝るとも劣らない重罪。まあ仏法の目から見れば全くそのとり、ね。あと、まあここの私力の話はまあ読んどきゃわかるからね。でね、もう次の9番目。もう時間があれじゃんけな、一気にいきますけど。 大聖人をね、凡夫上物の先駆者扱いする邪気なんですよ。ね、これはい、今言った戸田先生の凡夫とご本尊という論文の中でね、えー、戸田先生がね、ご本尊を我々凡夫とは関係のない雲母の上の存在と配するのは誤りであると。と同時に、まあ、その反対に、ご本尊は全くよそに求むべきではなくて、 胸、えー、中の肉弾に負わしますなりだから自分自身が本尊であり自由の菩薩であって大聖人とも変わりがないと考えることは増上万の極みであり大宝募であるって,とて,言ってんです、ね、また日蓮宗では大目を唱える者は全て本物の使いであり大聖人は我々の先頭に立たれた兄貴分先輩ぐらいに考えて足食う余ってる。 で、競技要項も、大聖人はね、凡夫成仏の先駆の道を現実に開かれた、なんて言ってね。我々はその大聖人を模範として、藩としてね、自分自身も、え、成仏の道を歩んでいかなきゃいけないんだ、みたいなこと書いてるんですよ。ね。まあ、これはもう、身濃部同様、凡夫成仏の一先駆者扱い。大聖人。ね。こんなことして本当に大丈夫かっていう。ね。 なんでこんな身の部は間違ったことをね、考えるかというと、この誤りの根本は、久遠の本物が釈迦であるとね、えー、決定することにあると言ってんだから、今回の、えーえー、教学要項はもうね、えー、一応日蓮が本物だと仏法に置いてはいるけども、 その仏法の日蓮の上に根本の仏である古音実情の釈尊がいるっていうんだから実質身延と同じなんですね。原田学会は宗門との差別化を図り独自性を出そうとするあまり教義の正当性を失ってしまった。 音菊殿に本尊とは、法華経の行者の一心の到体なりとあるように、ご本尊様は即昇進の二年大聖人であり、寺の一年三千、久遠元世の樹樹有法人如来のご到体と排する、民法一家の協議に戻らなきゃだめ、ね。ね。まあ、これで、まあ、主な、あと残ってるのが、まあ、その他雑感で、ね。えー 大聖人と田先生から死死死んの無心認定された原田谷川とかね。そもそも、教学要項返者の人選ミスがあったんじゃないのかと。ね。まあ、怪談論、離談のみでいいのかっていう問題もあるし。この出世の本会もね、金原さんがね、日伝と本尊伝承って書いたときに、ね。いわゆる厚原の えー、三列誌が処刑された公安2年10月。ねえー、この時に大聖人は、要は27年なりで出世の本会をたげたとおっしゃってるわけだよね。ねだから大聖人の出世の本会って何だったかというと、こういう、えー、民衆仏法というか、ね、大聖人に会ったこともないような。ねい まだ新人始めて1年、2年の人が、ね、最後まで難民を攻撃を手を唱えて首切られて殉教してっていうねこのにこの事実、アトラン王南の、えー、権力の弾圧にも屈しない、えー、民衆が現れたということをもってね大聖人が出世の本会を、ねえー、公安2年 要は27年なりで遂げたんだということを一番最初に言い出したのは金原さんだ。でそれをパクったんですよ。ね。諸科学会はその金原説をパクって、その後、教学試験なんかでも正解見ると、この金原さんの説を、えー、丸にしてるんですね。正解に。で、今回の、えー、 教学要項の中でも、お同じ、金原説と同じことを言ってるんだけど、僕はね、これ、前にご本尊論話した時に言ったことであるけども、まあ、そういう金原説の、えー、出世の本会の捉え方も、二次的、副次的にはあるかもしれないけども、やっぱりね、要は27年なりっていうのは、 ご本尊の問題、ご本尊のことで大聖人がおっしゃってって捉える方が、えー、順当なんじゃないかなと思うんですね。それは松本斎一郎のあの本なんかを見てって、またね、李承安国会の百二十何体のあのマンダラ見てった時に、やっぱりね、あの、途中現れてくる 東方全徳如来とかね、まあ、時には大日如来なんていうのも入ったりするんだけども、そういうのが、公、え、安、ー、2年に入って、落とされて、ね、いわゆる植物っていうのが、えー、大正人の真んから公安2年になるともう消え,消えてくるんですね。と同時に、 主題の南明法人家の真下に日蓮花王が来るようになりとかねそういう意味で言うと大聖人の中でねやっぱりあの辰の口の方の,の後にね、えー、厚木の越、ねえー、で最初のね幼児本尊というのを書くわけですけどそれ以来大聖人はいろいろ試行錯誤された形跡があって で、最終的にね、これ、この、曼荼羅の形式、形態が、あの、いいんじゃないかっていうかさ、あの、大書人の中で、いわゆる、えー、結論が出たのが、公安2年、3年の時期なんですね。 だから、公安2年以降の、えー、ご本尊様ってものすごい力、迫力があるし、そういう意味で言うとね、大聖人が、なんていうかな、えー、納得のいくっていうか、ね、えー、これこそ自分の本会なんだというご本尊を、えー、書くことができた。 自分の中で決定できたというのが、公安2年の10月なんじゃないかなというのがね、僕は、こっちの方が主の理由で、金原説は副次的な理由に過ぎないんじゃないかなと、えー、思っております。ね、あと、総価学会物問題。 いいね、組織や集団力を絶対する危険性。これはもう当初から言われてたことですね。まあ、それは置いといて。あと、えー、法線人語、法線仏語問題と。まあ、これ、宮田はね、えー、なんでああいう、方、えー、本尊が、えー なんていうの日本尊を追い出してね、法本尊のみにしようとしてるかっていうと、宮田っていうのは意外と牧口先生研究もやってて、本も何冊も出してますけど、だから今回の、えー、教学予行はね、かつてないぐらい牧口先生のことにスペースを割いて、なかなか牧口先生についての今まで紹介されなかった言葉とかね、なかなかいい線は行ってるんですよ。 ね、そんな中に牧口千が姓が、まあ、初期の段階なんだけどねいわゆる大正人の仏法の、えー、優れた点ということで、まあ、一つは文章、理章、現象という科学的であるということねあとキリスト教のゴッドみたいなああいう人格心を立てない、ね、いわゆる法を根本としてるというところに大正には惹かれた。 大丈夫じゃない牧内先生は惹かれたというふうにね。で、この牧内研究の中で宮田が今回その牧内先生の言葉の部分を長々と引用しているとこ見ると、かなり早い段階で宮田はね、そういう人格心的なものはこう排除して、ね、 えー、法のみで行こうというね、えー、方向性を僕は、牧口先生からも、なんか、えー、学び取ったというかね、その割には牧口先生がね、えー、皆さんあの、まえー、八王子の牧口記念会館に行ったら、牧、え、口、ー、先生のご自宅の、えー、ご本尊と同時に、見栄もあん、えー、展示してあったのを覚えてます マッキュイ先生もね、最初は後本尊論者なんですよ。ね。ところが、途中からというかあの、やっぱり大石寺の教学に感化されたというか、ね。やはりご本尊を、えー、人本尊として見る、えー、意識に変わっていってて、そのことを宮田が攻撃してるんですけどね。でも、 牧キ先生が入信間もない頃、そういう、えー、まあ、仏法っていうのはもともとが、えー、宝泉人語、宝泉仏語だから、その面に惹かれたということはあるんじゃないですかね。まあ、あの、以上、ざーっと駆け足で見てきましたけど、ね、あの、 えー、大書人と木田先生から「失神中の虫」扱いされたっていうのはこの災難退治書。農協に曰く三方を守る、えー、ものにしてうたたさらに三方、えー、を滅し油んこと死神中の虫の自ら死を食うがごとっていうねこれが何で谷川になるかっていうと木、ね、田先生はこうやって言ってるんですよ。 散歩を守るべき立場の人間がね、かえって散歩を破滅させるのであると。で、昇進会こそ近年の典型的な例であった。また将来にも同じようなことが起こるかもしれないって池田先生が言ってるんです。ね。これ1988年頃のスピーチだったと思いますけど、ね。池田先生がね、散歩を守る者がかえってね、散歩を破滅させた 近年の典型例が昇進会と述べ、将来も同じようなことが起こるかもしれないと予言したとき、念頭には日経のことがあったわけですよ。ね。ね。しかしね、日経は公式にはよ、散歩を改変した事実はないんですよ。ね。ところが、原田が公式に散歩を変えたんですね。ということは、池田先生の予言は原田で的中したっていうことになるわけね。 さらに、えーまあ、人選ミスについては、まあ、東大のこと書いてありますけど、まあ、東大の悪口ずっと言ってるけど、ちょっとここ入れ忘れたんですけどね、東大の中にも須田さんみたいな人もいるから、東大だから悪いっていうんじゃないんだ、やっぱりね、人格の問題なんでしょうね。うんまあ、それをちょっと、えー、改訂版では、須田さんの話はここに入れたいと思います。 とにかくね、東大の教学っていえば斎藤教学部長なんだけども、斎藤教学部長、最後、絶願で亡くなるんだけども、ね創価学会の教学部長がね、日世問題で日経に放浪に挑んで、返り討ちにあって負けちゃったんですよ。ほら、皆さんあんまり、えー、知らないかもしれないけどね。あの この裏話はもうまた、えー、YouTube で流さなきゃいけないと思ってますけど、ね。もうそれ以来、やっぱり東大の人間ってのは現場感覚がない。つまり、えー、法論の現場に出たことがないから、こう言えばどう相手がどういう反論してくるかっていうね。 その往復作業が全然ないから、自分で頭の中で組み立てて、これでいけるだろうでやっちゃってるから、負けちゃうんですよね。まあ、須田さんみたいなね、と同じ東大でも須田さんみたいなのを大切にしてれば、こんなアホなことにはならなかったと思うんですけどね。えー、横から失礼しますって、もう随分前に、創価大学の宮田がね、 えー、ね、えー。日蓮大聖人では知名度弱いし、釈尊にしようぜ、的なことを言ってましたと。ね。そうかはこの宮田の考えに沿って少しずつシフトしていった。ね。さっき宮田の考え方を読み上げましたけどね。宮田の前に実はハ,ハワイレポートっていうのがあって、これ書いたのが萩本なんですよ。萩本はもともと東大の えー、大学院で宗教学を学んでた時に原田からスカウトされて学会本部の職員となった人間なんですね。だから萩本はね、東大大学時代、あの宗教学者の島田博美と同級です。島田もよく萩本さんの名前出します。ね、えー、あこれ間違えたな。 赤線じゃなくて黄色い線にしようと思ったのに。ね、まあまあ、いいや、これ。ねうんえー、ジャギーズ事務所って釈迦が有名人だから釈迦をアイコンにすれば人が寄ってくるぜっていう金,金儲け目線な思考回路なんでしょう。これ、ゆきさんが言ってたわけですけどね。うん、まさに、えー、図星なんじゃないですかね。 ちょっと、えー、まだ完成させ,させられてないし、えー、いずれあの、改定作業を、えー、して、再度、また皆さんにお配りしたいと思います。ね、私の今日の話はこれで終わります。